こんにちはーアカデミー堀秀夫ですオーストラリアアマゾン輸出は稼げるか、まあ、これについてね、まあ、今までのアメリカアマゾンのサポート実績、まあ、オーストラリアでどんなものが高く売れてるか、どれぐらいの市場規模があるか、まあ、それについてお話します。まあ、今、インターネットを使って稼げる副業としてはですね、やっぱりオーストラリアアマゾン輸出がまあ一番稼ぎやすいです。まあ、物販は結果が出るのが早いと。 まあしかもオーストラリアはアマゾン始まったばかり。まあ、市場もでかくて物価も高いと。まあ、非常に好条件が揃っていますで。アメリカアマゾン。ねえーまあ、2、3年前まではすごい稼ぎやすかったんですけど、まあ、その頃はもう3ヶ月から半年でね、えー、始めればもう売り上げ3000ドル、あるいは6000ドル、1万1000ドル、2万1000ドルというのをね、まあ、サポート。 させてていいいただいただ会員さんの実績で上げていま,すまあなかなか3ヶ月とか半年とかでね、まあ、ここまで売り上げつとで、しかも利益は30%ありますんでね、えー、少なくても10万ちょい、ねえー、うまくいってる方はまあ100万以上と、まあ、そこまでいける、まあ、副業というかインターネットビジネスは他にないと思います。オーストラリアアアマゾンも、 まあこれから稼ぎやすかった頃のアメリカ・アマゾンのように、あるいはそれ以上に稼ぎやすい状態になります。まあ、日本に生まれてね、まあ、何しろ日本はすごい仕入れに、えー、都合のいい国なんで、まあ、日本に生まれたのにね、アマゾン輸出をしないのはもう損だなという感じです。でこれから一番、まあ、稼ぎやすくなる、えー、アマゾン市場はオーストラリア。まあ、何しろ日本製品はオーストラリアで高く売れます。 そしてなぜオーストラリアはそんな物価高くてね、市場がいいのかということなんですけど、まず27年間、景気後退がないと。これ、日本とは反対ですよね。27年間、ずっと成長しっぱなし、もうバブルがずっと続いてるようなもんですね。そして、人口も増えてると。これ、先進国の中で最も急増してますと書いてありますけど、最も急増っていうか、先進国で。 人口増えている国ってほとんどないんでね、えーまあ、数少ない例外的な国です。で輸入ビジネスは稼げない、ね。何しろ、私は初め輸入ビジネスに取り組みました。しかしね、日本人はもう品質に厳しい、価格にも厳しい、包装も厳しい、梱、ね、包も厳しいし、配送日数も遅いと起こる厳しい。 で間違えた商品を送ったりすると、ね、詐欺だ、なんだ言われる、厳しい。まあ、フターサービス。もう、全部の要求が厳しいです。で、アメリカから輸入してましたんでね。アメリカでは新品で通用する商品が、まあ、日本では中古どころかゴミとしての価値しかないと。まあ、そんな財残念な体験もしました。また、輸入ビジネスや生取りで稼げなくて、宿泊していた人に、ママズン質を進めて、稼げない副業から稼げる本業に変化して、 会会社の社の長になった会員さんもも何人もいます、まあ、これはね、まあ、私自身が輸入から輸出に切り替えたんで、まあ、サポートさせていただいた方で、輸入に軸足を置いてた方はね、もう輸出にした方がいいですよと、ね、商品も買いましょうということであったら、まあ、ね、忙しい思いしてあんま稼げない副業だったのが、まあ、稼げるようになって本業になったと、独立したというね、会員さんも何人もいらっしゃいます。 何しろさっき言ったね、輸入ビジネスは稼げないという理由の、まあ、その日本の厳しさ、これを仕入れに使う市場としては、もう逆に最高の市場なんですね。で、私、まあ今、世界を旅行しながら暮らしてるわけなんですけど、まあ、そもそもはね、えー、アメリカのアマゾンが稼ぎにくくなったんで、アメリカのアマゾンで売るものを海外で探そうということでね、旅行を始めました。まあ、ところがね、 いくら旅行したところで、まあ、商品そのものは安く買える国ありますけど、それをきちんとね、納品する仕組みをどう作るかというのをいろいろ考えると、まあ、現実的に、まあ、一番割安なのは日本だったと。まあ、そうこうしているうちにね、オーストラリアアマゾンが始まって、まあ、厳しいアメリカアマゾンだと、まあ、いまいちやりにくくなったんですけど、オーストラリアだともうこれ、ね、昔の、まあ、そうですね、5、6年前の稼ぎやすかったアメリカの状態にすぐなるなと。 オーストラリアは、まあえー、3年半住んでてね、よく分かってる地域ですから、まあ、いや、アメリカどこじゃないなと。まあ、オーストラリアは非常にアメリカ以上に稼ぎやすくなるだろうということでね、えー、日本の商品をオーストラリアに輸出するという仕組みを、えー、サポートし始めました。何しろ、物価の安い日本には、えー、儲かる商品がいくらでもあります、ねまあ。100円ショップダイソーで買った商品が何倍もの値段で売れてると。ねえー、二重まぶたのテープ。 13倍。100円で買ったの1307円ですからねで。紙粘土。これもうね、この軽い粘土流行ってます。でこれね、えー、5倍。2個セットで5倍で1025円。あるいはね、1個だと10倍で売ってる人もいる。で、まあ、ね、この10倍とかね、5倍っていうのはそろそ売れるもんじゃないんですけど、6個セットにして割安感出して3倍で売るのはもうこれ結構売れてます。それからね、えー おもちゃ、おもちゃ類やっぱ強いですね。ベイブレード。ベイブレードは1328円で仕入れたものが45.69ドルで販売されていると。これ、販売されてるっていうかランキングついてますね。で売れてます。ね3。3倍ですね。で、そうはいってもね、まだアマゾン輸出始まったばっかりなんで、商品をチェックするにはね、eBay で見た方がいろんな商品がチェックできます。 で eBay でオーストラリアで売れている商品、どんなのあるかというのをチェックすると、例えば炊飯ジャー、ね、31,689円で仕入れた炊飯ジャーが、なんと59,507円で売れていると。まあ、倍率こそ、ね、1.9倍ですけど、これ差額が、ね、2万8,000円弱ありますので、かなり美味しいですよね。でもうちょっと安い炊飯ジャー、ね、こちらは1万5,230円,円で仕入れて2.1倍、3万2,014円。 同じように2.1倍と倍率は大したことないですけど、差額で言ったらですね、1万7000弱あります。それから、まあ、スイハンジャーシリーズ、ね、炊飯ジャーの今度、でかい業務用のね、2章炊けるやつ。まあ、こちらは2万5490円で仕入れたものがやはり2倍の5万1986円で売れてるというような感じです。でちょっと炊飯ジャーから離れて、ヘアアイロン、ね。こちらは、 2469円で仕入れて2.8倍、6867円で。ワイヤレスコントローラー、これ8500円で仕入れたものが15122円と。あとコピック、ねえー、絵を描くペンですね。絵とか、えー、ポスターなんかを描くペンなんですけど、まあ、セットで、ね、8849円で仕入れたものを14817円と。あとプラモデル、ねえー、戦艦ミカサ。 7,708円で仕入れて1万4,786円それからね、まあ、ニッチなもんで安いもんだと倍率が高いもん結構ゴロゴロしてるんですけど、まあ、その中の一例としてねこのプラモデルのパーツ、ね、1600円で仕入れたパーツが5.7倍110ドル9,069円、まあ、こんなのね、えー、10個20個見つかったら、えー、笑いが止まらないんですけどオーストラリアで今の段階だと見つかります それからホームスター家庭用プラネタリウム8335円で仕入れたのが14181円で今はねまだオーストラリアアマゾン食品の販売開始してないんですけど、まあ、日本のお菓子も人気なんでね食品が始まったらこのお菓子なんかも面白いかなと思います、まあ、ジャガーポックル6個セット、ね、5990円で仕入れたものが2倍の11790円で 円で売れてますあとねまあ自分が主犯免許持ってるとか、えー、知り合いにね、えー、酒屋があるとかじゃないと扱えませんけど日本の今ねウイスキー高く売れてます、ね、スーパーの特売で4320円で買った響が、えー、なんと2.9倍1万2359円と、まあ、こんなふうにね高く売れる日本商品はいくらでもあります で本来はアマゾンの強みを生かしにくい無在庫販売ですら月賞1億円をすでにオーストラリアアマゾンで達成している出品者もいます。これ、初めの頃から参入しているバイグローバルってとこなんですけど、まあ、現在5189件の評価をもらっています。まあ、これね、今もうちょっと伸びてると思いますけど、アマゾンっていうのはね、ヤフオクとかと違って、普通何もなければ評価しないです。だから、大体20人に1人以下、ね。 の人しか評価しないと。ということは、この出品者は今までに10万件以上の取引をしていると。でしかも初めの頃はね、オーストラリア,アマゾン、ね、始まったのほとんどの人知らなかったんで、オーストラリア人ね、えー、購入者の方ですね。だからね、ほとんど売れなかった。そう考えるとね、今の取引が多分月間2万件ぐらいやってます。そうすると1件単価5000円でも月賞1億円。ね 今、アメリカとか日本で決勝1億円、かなり厳しいですけど、まあ、オーストラリアだと、まあ、決勝1億円の販売ができるポテンシャルがあると。でなぜそこまででかいかというと、まあ、1日2000億円の売り上げって、これ何かっていうと、まあ、ボクシングデーというね、12月26日がオーストラリアの一番のこの祭日なんですけど、その翌日のバーゲン、なんと1日の売り上げが2000億円と。 2000億円ってまあ金額はでかいのは分かるんですけど、まあ、いまいちピンとこない人多いと思うんで、まあ、具体的に言うと、日本で一番大きなデパートの三越伊勢丹、あっちこっちね、全国があっちこっちあって、三越と伊勢丹が合併したわけですから、数はたくさんあって、その日本で一番のデパート、三越伊勢丹の2ヶ月分の売上これがちょうど2000億円です、それが1日で上がっちゃう。 そんな形で、差額はあるわね、市場はでかいわということで、オーストラリアアマゾン、ねえー、非常に稼ぎやすい市場です。面白そうだなと思ったならね、今すぐに始めた方がいいです。で今すぐオーストラリアアマゾンを始めるべき3つの理由は、まずアマゾンは実績主義です。まあ、新参者に厳しいシステムで。始めるのは早ければ早いほどいいです。 取引実績がたくさんある出品者とバッティングした場合は新規出品者は売れない仕組みになっています。2番目、初めの頃は間違えた商品を扱っても多めに見られます。今ね、アメリカとか日本で売るべきじゃない、売っちゃいけない商品を売ったら一発でアカウント削除です。ただオーストラリアはね、何度かそれをやっちゃった人いますけど、ダメですよというのでね。 言い訳考えて送れば、まあ、それで普通に何事もなく売り続けられるんで、まあ、全然アメリカとか日本の状況とは違います。やっぱり始めるには早い方がいいよそれから先ほどの1日2000億円売り上げるボクシングデー。これね、あと3ヶ月、3ヶ月ジャグですね。1年で一番の稼ぎ時で。しかも来月、ブラックフライデーとかサイバーマンデーがありますんでね。 まあ今始めると出した商品が非常に売れやすいと。ね、やっぱり、ね、出してなかなか売れないんだとモチベーションも下がりますので出した商品がどんどん売れる。そしてそのままの勢いで一番のチャンスである、えー、ボクシングデーを迎えられるという、ね、タイミングとしてもすごくいいです。まあ、オーストラリアアマゾン、まだ始まったばかり、ね。しかも購入者へアピールするシステムも日本やアメリカと比べるとかなり貧弱です。 それでもさっき言ったように月賞1億円売れてるということなんですけど、これから商品探しをしていくうちに、どんどん売りやすくなってきます。そんな形でオーストラーアマゾン、今がチャンスなんでね、えー、テンバーアカデミーでは通常28万円必要なアマゾン輸出マニュアルサポートを7万7000で試せる特別モニターを募集しています。ここをクリックしてね、その特別モニター募集ページをチェックしてください。 以上、天馬アカデミー、堀秀夫でした。